こんにちは。株式会社デントランス代表司会士黒飛です。開業をこれから控えている先生に向けてですね、どれぐらい開業が厳しいか、歯科業界が厳しいかをお伝えしているんですが、この動画はですね、歯科医療費率という、ことを出しております。これどういうことかというと、国民の全体の医療、内科であったり、外科であったりいろいろあると思うんですが、その全体の医療費、開業も含めますね、医療費の中で歯科の医療費っていうのは一体どれぐらいなのかっていうことを、出している、その比率っていうことなんですけど、実は年々ですね、これは下がってきているということなんですね。で、こういう状況の中でですね、歯科医院が非常に数が増えている、今6万8000件っていう状況の中で、歯科医療の医療費っていうのは歯科医療費っていうのは比率は下がっていってるんですね、全体の医療費に比べて。例えばですね、平成24年でするとですね、大体約国民医療費、全体の国民医療費が39兆円あるんですが、歯科医療費の方は、大体 2.9 兆円ということで、これは、全体39兆円のうち歯科にかかっている医療費、かけている医療費っていうのは、6.9% くらいなんですね。患者さん、国民がですね、医療費をかけているうちの 6.97% ぐらいしか歯科にはかけてないという現状があります。これは実はですね、以前からに比べると下がってきてるんです。例えば2000年は、8.5% ぐらいあったのがですね、この今平成2014年ですので、14年間でですね、12年間でですね、8.5% から6.9% 下がってきているという状況があります。非常に厳しい状況なのでですね、歯科医師としてはですね、もっとですね、歯科医療を受ける予防っていうのをしっかりと進めていく必要があると思います。